はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、お弁当企画でございます。久しぶりのお弁当企画なんですよね、実は。はい、ということで今日はですね、ちょっとなんとかお昼から動けたので、やっとこの店に行ってきました。時間的にね、こう絞られるとこうなかなかね、行けない場所って結構あるんですよ。お昼だけしか空いてないみたいなところがあって、今日ねその店にやっと行くことができました。ギリギリだったけどね、ギリギリ。はい、ということでそのお店がこちらでございます。はい、見たことある方いるかどうかちょっとわかんないんですけども、大材の方にある本場宇佐の唐揚げ、さきちやでいいのかな、さきちやさんの、本来は唐揚げ専門店です。その中にちょっとお弁当というのがありまして、行ってまいりました。このお店がね、またこう時間がめっちゃ短いの。もうお昼のみしかやってない。昼からの営業とかやってないんですよね。はい、ということで、メニューもらってきましたので、とりあえずメニュー見てみましょうか。唐揚げ先吉屋メニュー表でございます。お弁当のお品書きということで、こんな感じで、お弁当があります。まあ一応なんかトリプル弁当とかコンボ弁当とかあるみたいですけど、今回ちなみにね、店員さんにどの弁当が一番出てますかって、まあもちろん聞きました。そしたらまあ唐揚げ専門店なんで当たり前なんですけど、一番出てるのはこの、唐揚げ弁当ですと、もしくは鳥天かなみたいな感じでしたね。だから多分、一番出てるのが唐揚げ、その次が鳥天、まあこの 1,2 位はまあ間違いないと思います。で、まあ他にもね、こんな感じでなんかいろいろ丼物っていうのかな、とあとカレーとか、いろいろあるみたいです。で、まあ一応ね、そもそもが唐揚げ専門店なんで、唐揚げの部分、一応単品お品書きで載ってるけど、一応これとしては、お弁当メニューとしてメインで載ってるから、多分こんな感じなのかな。場所はですね、この大材ですね。大材。ちょっと住所的に言うとね、自分、この辺詳しくないんであれなんですけど、場所はこの大野川ですね。大野川の40メーター道路沿いの、ちょっとファミリーマートの向かい側っていうのかな。渡って、有料渡ってすぐのところにあります。はい。まあ、わからないときはね、Google マップで調べたら多分出てくると思います。で、時間ね。営業時間が10時から13時です。定休日はもう赤日ですね。赤日が定休日となってます。だからこの時間がね、こうギュッと絞られてるんで、まあ、お昼は行けるかなっていう方はいると思うんですけど、夕方しか行けないって方はちょっと難しいかなと、いった感じです。はい、ということでここでね、一番出ているという出来たて唐揚げ、いただいてみたいと思います。うわ、うまそう。匂いが結構量あるな。あのね、お弁当の厚みはまあ厚い方で、全体的にもでっかいです。ちょっと大きめかな。で、重さも持った、パッと持った感じではちょっと重いですね。一応価格としては600円なんですよ。税込み600円です。まあそれも含めというか、まあちょっと全体的に大盛りになってるかなと、多めかなと思います。で、まあ税込み600円なんですけど、ご飯大盛りが50円。特盛りが100円だったかな。はい、ここですね。ご飯大盛りは50円。特盛りは100円と。おかずのみの場合は150円引きと。唐揚げのおかずのみも頼めるみたいですね。オープンしてみましょうか。一応ね、こう、表の蓋にもステッカーというか貼ってあります。シールですね。シール貼ってます。すごいね。ここにシール貼ってるのは多分お弁当で初めてだよ。大分で。自分が行った中ではね。はい、行きましょう。せーの、じゃじゃんと。はい、お弁当こんな感じですね。いや、うまそう。で、唐揚げね。唐揚げは、1、2、3、4つかな。ちょっと大きめが4つある感じです。この長いの何？これごまとタレがかかってるこの長いのなんだろう、うん、で大きさというか、このトレーの位置はこうおかずとご飯が同じ大きさというか、角も一緒ですね。なので、あれでご飯、うん、結構こう盛り上がってる感じです、トレーよりはね。
で、こちらがごぼうのきんぴらですね。はい、そしてこちらが、なんだ、パスタのスパゲティのサラダっていうのかな。これはね、冷たいです。下触ったらわかるけど、冷たいですね、これは。あとはあったかい。ごぼうも冷たいか。はい。まあ、そんな感じです。はい。それでは、早速、いただきます。何からいきますか。今日は何からいきますか。まあ、唐揚げですよね、唐揚げ。もちろん唐揚げですよ。一応、唐揚げメインのね、あの、お店なので、唐揚げから、いただきます。これは、胸肉ですね、胸肉。まあ、色的にね、見ての通り、塩唐揚げで、胸肉ですね、まず。全部胸なのかどうか、ちょっと全部食べてみないとわかんないですけど、美味しい。漬け込んでますね、これは。ちゃんと。衣は全然硬くないので、あの、片栗粉ですね。周りを、あの、衣部分は片栗粉というか。だから一応、なんか塩だれに漬け込んで、揚げる前に、なんていうのかな、片栗粉をつけて揚げてるっていう感じです。あの、小麦粉系だと硬いのね。まあ、サクサクジューシーではあるけど、衣部分硬いんですけど、全然柔らかいんで、あと表面のこういうちょっと白くなってるのっていうのかな。これは大体片栗粉でやるとなるんですけど、あの、食べやすいね。硬くないやつっていいね、これ。美味しい。続いてこちら。これでかいね。ちょっと他のより少し大きめだけど、これほんとね、でかいのよ。これ一口で言ったらちょっともうもぐもぐできないかなっていうぐらいでかいです。これどっちだろう？いただきます。あ、やっぱり、もも肉でございました。すごい。もも肉は醤油味ですね。醤油ベースのニンニク生姜っていう。まあ、定番っちゃ定番な、味付けですね。で、胸肉は塩っていう。塩と醤油が両方食べれるという。ちょっとお得な。はい。うまい。もうだって見てこれ。ご飯がもうない。見ての通り、もうガチでご飯もう一口しかないんで、ちょっと他のレビュー行きたいと思います。まず、きんぴらごぼうですね。きんぴらごぼういただきます。柔らかい。ピリっていうのが、ちょっとあるかな。あの、普通のきんぴらに比べたら、ピリっていうのがもうちょっと少ないけど、ちょっと辛いの苦手なのからすると、まあ、ピリっとくるかなっていう感じ。普通のご飯のおかずとしては、全然バッチリ。結構こう火通って柔らかいですね。あの、サクサク感って食感がかなりこう弱いというか薄いというかっていう感じです。はい、そしてこちら、スパゲティサラダですね。いただきます。こうマヨネーズもなんかね、ツンとするマヨネーズじゃないんだよね。なんだろう。全然こうスルスル食べれちゃうような感じです。これ美味しいね。あの、たまにね、業務用のやつをね、買って食べるんだけど、全然違う。でも手作りのやつって、この、なんだろう、なんかマヨネーズソースというか、この、タレというかソースが、たっぷりかかってんのよ。だから、これはね、スルスル食べれるし、うまい。です。はい。そして、このよくわからない棒、何なんだろう、これ。わかんないけど、いただきます。あのね、これ、見た目と食感は、ささみですね。ささみ、だと思います。食感で言うと、その胸と似てるんで、ね、あの、見た目、あの、生の状態見たら多分一発でわかるんだけど、食べた感じだと、あの、胸よりももっと柔らかいんで、おそらくささみだと思われます。それに、この、
なんていうのか、とんかつソースっていうのかな、とんかつじゃないか、甘だれソースかと、このごまがかかってる感じですね。これは美味しいよ。とんかつソースなんかどっちだろうな。かなりとんかつソースに近いとんかつソースというか、甘だれといえば甘だれなんだけど、とんかつソースといえばとんかつソースみたいな、なんかその中間ぐらいな感じなんで、どっちとも言えないけど、まあささみでは間違いないね。すっごい柔らかくて食べやすいです。そしてご飯ですね。さっきからバリバリ食べてるけど、このご飯、まあちょっとこれだけ単体で言ってみましょうか。いただきます。自分はちょっと苦手なご飯なんですよ。さっきまでバリバリ食べてたけど、まあこれなんていうのかな、粒はねものすごいしっかりしてんのよ。粒は結構こうしっかりめなんですけど、ちょっとね水分系がなくて結構硬いです。コンビニのご飯よりも硬いです。うん、でちょっと水気がないっていうのかな、なんていうんだろう、通常より少し水気を少なくして、で多分ね早炊きかなっていう感じですね。なんか圧力鍋を使ったような感じのご飯なんですよ。もう弾力もあるしすごいしっかりしてるけど、なんかこうご飯自体のこう水気がないというか、多分見た目で言うと新米なのよ多分。すごいまだツヤツヤして綺麗なんだけど、ちょっと硬い、食べててご飯がちょっと硬くてなかなか飲み込めないというか、自分こう基本的に柔らかみが好きなんで、だからちょっとこう全然違う方というか、コンビニのご飯っていうかおにぎりよりももっとちょっと硬めなんですよ。粒はあんまり大きくはないんで、そんないいやつではないと思うんだけど、なんかね硬いんだよね。ちょっとね、ご飯の甘みはあるんですよ。ちゃんとね。すごい一粒一粒がすごい口の中でわかるぐらい。弾力と食感はあります。で、ちょっと硬いかなみたいな。もうちょっと水入れてね、やってくれたらいいかなって感じ。ただちょっと水分系ほんとないんで、なかなか口の中がもう毎回ちょっと水飲みたくなるぐらい、なんかこう、口の中の水分取られるっていう感じですね。はい。ということで、もう全部レビューしたので、全部食べていきたいと思います。はい。ということで、全部食べました。ごちそうさまでございました。美味しかった。やっぱ唐揚げ専門店の唐揚げで、まあ美味しくないってことはないよね。当たり前だけど。しかもこの店って結構前からあったのよ。うん。知ってたんだけど、なかなかこのさ、1時までに行くっていう、この時間に合わなくて、で、やっと行ったって感じです。もう前々からの知ってた。でも当然さ、この大分の海沿いにあるから、こうなんていうの、釣り場でも移動するときにさ、もう結構前からの知ってたんだけど、なかなかね、行く機会がなくて、もうだって1時で閉まるから、しかも土日やってないとかね。そういうので、なかなかね、行く機会なく、というところでした。唐揚げのお肉ね。お肉は、塩の胸。胸の塩唐揚げが2つ。で、醤油の、もも肉が2つ。あ、4つあったけど、2つ2つでしたね。で、ささみのなんか、タレのなんかやつ。なんだろうね。多分、とんかつソース的な甘だれのような、なんかそういう感じのが1個あって。で、ご飯も結構、量的には結構あったんですけど、ただご飯の方が、やっぱちょっとこう、硬いというか、ちょっと食べづらいというか、美味しくないわけじゃないんだけど、なんていうのかな、こう、時間が経って硬いっていうよりは、元から水をちょっと少なくして、なんか、早炊きしたような、なんか圧力鍋を使って、なんかこう、ちょっと加圧しすぎたようなご飯というか、難しいんだよね。なんかちょっとこう食べにくいなという感じでしたね。なんだろうね、なんかこうメインが唐揚げ専門店っていう、なんだろう、お弁当を食べると、なんかこう毎回ご飯がちょっとっていうのがなんか多い気がする。なんか毎回行ってね、宇佐に行った時もなんか宇佐のなんか唐揚げ専門店みたいなところのなんか弁当食べると、唐揚げがめっちゃうまい、これ、まあ、唐揚げはめっちゃうまいのよ。なんだけど
なぜか、なんかご飯がちょっとこう、いまいちなんだよねっていうのが、なんか多い気がしますね。ちょっとそれが、残念かなと。まあメインが唐揚げなんでねっていうところもあるかもしれないけど、もうすぐ自分はね、柔らかめがね、好きなんだよねっていうところがあって、まあそれはちょっと、正直すみません。これはね、好みっていうのがあるんで、もう、なんて言うんだろう。もっとこう、なんで、東京の方とか、なんか、東北の方っていうのかな。なんか、上の方はちょっとご飯が硬いイメージが好きな方が、なんか多い、イメージはあるけどね。イメージは。でも、今なんか、大分は基本なんかこう、柔らかめが好きなんで、もうそこ柔らかめの方が好きだなっていう感じの、ご飯でございました。でも全体的にはほんとね、量があって、まぁ、ちょっと600円しますけど、あとね、ペイペイ払いが、可能です。ペイペイがね、使えるので、機会がある方はね、ぜひ行ってみてください。ということで、今日はお弁当企画以上でございます。またちょっと、どっかお弁当屋さん見つけたら行ってみたいと思いますので、今後お楽しみに。ということで、以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。